北秋田市の森吉山で夏のゴンドラ運行が今週末から始まるのを前に、登山道やゴンドラの整備作業が急ピッチで進められています。標高1454メートルの北秋田市の森吉山は、花の百名山として200種類以上の高山植物が楽しめる県内屈指の登山スポットで、あさってから夏のゴンドラの運行が始まります。山では作業員が連日ゴンドラの本体や駅舎を点検しているほか、登山道に手すり用のロープを張っています。今年は雪が少なく、高山植物の開花は例年よりも1週間ほど早くなっていて、標高およそ1100メートルの山頂駅付近では、毎年6月中旬から楽しめる白根葵やツバメオモトなどが早くも咲き始めていました。やはり安全第一というのが一番だと思っております。お客さんには、ゆっくりゴンドラを乗ってもらいながら、楽しんでもらえればいいと思ってます。森吉山のゴンドラの運行はあさってからで、高山植物は8月末まで楽しめます。